旧駅舎内部のステンドグラス、和歌山市方面駅舎和歌山市方面ホームから、難波方面駅舎を望む難波方面仮駅舎諏訪の森駅は、大阪府堺市西区浜寺諏訪の森町西2丁にある南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は NK14。駅舎は国の登録有形文化財に登録され、また第4回近畿の駅100選にも選定されている。今は工事中。千鳥式配置の単式2面2線のホームを持つ地平駅である。それぞれのホームが踏切を挟んで、反対側に伸びているのが特徴。改札はホームごとに独立しており、駅構内に上下のホーム同士を連絡する通路は存在しない。和歌山市方面ホームは和歌山市駅寄りに、難波方面ホームは難波駅寄りに、それぞれ改札を持つ。トイレは設置されている。2019年時の1日平均乗降人員は7749人である。各年度の1日平均乗降、乗車人員数は下表の通り、浜寺エリアに位置し、スーパーや金融機関が進出している。これはかつて付近に堺市役所浜寺出張所があったことにもよる。東側には諏訪の森本通商店街がある。前述の通り、隣の浜寺公園駅の駅舎とともに、駅舎が国の登録文化財建築物に登録されているが、堺市、大阪府が予定している石津川駅、北助松駅間の連続立体交差事業による鉄道の高架化で駅舎が撤去、解体される可能性があった。この問題は長年議論されたが、2006年11月7日に事業認可が不利、高架化が決定した。当初は2018年3月末の完成予定としていたが、仮専用地の確保に手間取っており、2028年3月の完成予定へと変更されている。なお、浜寺公園駅舎と同様に諏訪の森駅舎に関しても2008年2月7日に開催された浜寺公園駅及び諏訪の森駅舎保存活用に関わる懇話会で議論され、最終会合で効果に伴って作られる新駅正面の脇に移築されることが決まり、2020年2月にA家により25メートル西に移設された。同年9月からはカフェ、ギャラリー、文化教室などの交流スペースとして活用される。高架工事完了後、駅前広場の一角に再度移され、市民の憩いの場として活用される予定。ありがとうございます。